はい、えー。カバー中袋カッパー園長でーす。じゃあ、この動画ではね、えー、コロナ対策を見ていきましょうかね。えー、じゃあ、まず最初はこれ、日本じゃなくて、えーと、この台湾と中国のお話なんですよね。なんかね、今、この中国からこのゴムボートで、この台湾に密航が相次いでるらしいんですよね。で、えー、まあ、当然台湾はね、うん、台湾のまあ警察というか、この水際対策というか、ね、 この担当者が、まあ、当然、この身柄を拘束しますよね。で、中国人の身柄を確保しました。途端に台湾でコロナ感染過去最大の1日でプラス180人っていう事態になったんですよね。うん。ちょっとね、気になるんで見ていきましょうかね。えっ、ー、と、5月15日、いきな感染者180人増えた。えー、台北、えー、新、新北警戒、えー、ん 警戒レベルにってて書いてあるんですよね、えー、台湾では15日、新型コロナウイルスの、えー、新規いきな感染者が180人増加し、えー、これまでの1日の最多を記録したと、えー。台湾における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、行政院の委員、えー、長がね、総委員長かな、まあ日本でいうと首相に相当する方が15日、えー、午前、 10時45分、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部、中央感染状況指揮センターの指揮官を兼務する、この衛生福利部、日本の厚労省かな。 の、えー、陳部長、まあ、大臣ですか、とともに、えー、緊急記者会見を開き、15日から28日まで、えー、台湾北部、台北市と新,北,ん新北市、なんていうのかわかんないですけど、における、えー、感染症警戒レベルを第3級レベル3に引き上げることを明らかにしたと。まあ、なんかきっかけはやっぱり中国からゴムボートでの,この密航者 を確保したたらっっていうことだったんですよね、うん、わざとですかこれ。わざとっぽいですよね。うん、で、今度、日本の話ですね。ね、えー、なんか入国後、ね、所在不明問題、ね、厚労省が殿下の法と検疫法、停留、停止、と、え、ど、ー、め置くみたいな書く、停留を検討中だって言ってるんですよね。これ何かというと、検疫所長の権限で強制収容が可能になる、罰則があるってやつを、今さら、 最初からやらないのは何でなんですかね、えー、水際対策、強制措置も検討、厚労省、殿下の法等あるみたいなことをね、この大臣が言うわけですよ。えー、田村厚労省が14日衆院、えー、厚労委員会で新型コロナウイルスに関する水際対策について入国後に所在不明となるケースが相次いでいる問題を受けて悪質な事例に対しては もうほぼほぼみんな悪質ですよこんなの、えー、強制力のある権益法上の停留を行うことを検討中だと明らかにしたまだ検討中なんですよいつまで検討すれば答えているんですかね、えー、殿下の法等とすればあ今ある法律では停留という方法があると述べた今ある法律で行えること全部やりきってたと思ったらやっぱりやってなかったんですね で厚労省によると、検疫法の停留は、あ検疫所長の権限で、期、え、間、ー、を定めて医療機関や宿泊施設に収容できる罰則規定があり、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことができるとで。田村大臣は、言うことを聞かなければ停留をかける、本当に悪質な方には対応しなくてはならないのかなと、今、検討している最中とした、えー、国民民主党のお高井氏、えー、の え最初からなんでやらないんですかね、こういうことをさ。うんで、えーまあ、そんな中、まあ、一部こういう方もいるんですよね。日本のコロナ対策は世界的に見てもいい方なのに、なんかどうも世界一悪いと、ねえー、考え込んでしまう日本人が多すぎるんじゃないんですかと。 まあ確かにね、そういう側面ね、ね、うん、日本国民のななんていうのかなこのかこ気質というかそういう部分ではそういうふうに捉えがちなのかもしれないですけどそれはそれじゃないですか。うん、まあだだからななんだろうな 1>, えーと1億2000万人だから人口が1億人前後の国、地域の中で、まあ、感染者はまだなんだかんだ少ない方だし、えー、アストラゼネカとシノファームのワクチンを打たなくて済むアジアの国なんて日本だけだぞって言ってるんですよね、うんまあ、それはそうなんですけどもあー日本で、まあ、じゃあ日本政府ではなく別の何か、ね、原因になったらやっぱりマスコミじゃないですか。うん マスコミあとあマスコミっていうか、まあ、ワイドショーですかね、ワイドショーの伝え方でしょう、やっぱ煽るじゃないですか、まあ、彼らは数字稼いでなんぼなんで、商売でそういうことをやるんでしょうけれどもね、うん、あとはそのコロナに限らずですけどね、えー、要はそのなんだろう俯瞰して、ね、じゃあ日本は、ね、大変は大変なんですけどもね、うん、結局、その、ね、上を見れば、下を見れば、ねえー見渡し、広く見渡してみれば、いろんな国、地域のいろんな状況があるじゃないですか。 ではその客観的な人の比較、ね、検証もろくにせずに、日本は、日本が、日本も、ね、ワイドショーってみんなそういう人ばっかじゃないですか。うん、だから結局、それしかねその情報収集先がない人なんか、ああ、やっぱそうか、日本は最悪だみたいなえ、なっちゃうのかもしれないですよね。うん、あだからってね、誤解してほしくないんですけども、ねえー、なんだろうな。 いいところもあるし、えー、まずいところもあるっていうことが言いたいだけですからね、うん。日本はコロナ対策大成功だなんてことはこれっぽっちも思ってないんで。うん、だから、まあそうだなあ、ワクチン交渉、ワクチンの契約交渉はまあまあまあ、あのー、いい方なんじゃないんですかね。うんまあ、ファイザーとモデルナで、ね、賄えるのはまあ確かにすごいんじゃないのかなと。ねまあ、これだって課題がないわけじゃないですよ。うん まあそうだな、まあどうしてもこのポジティブなあ受け止め方をするとするならば、まあ、悪いところを見ていかないと、悪いところっていうとちょっとあれなんですけど、その問題点、課題ですよね、を洗い出して、それを改めるっていう作業をしていかないと、やっぱり今以上には良くなっていかないじゃないですか。ね、うんまあ、だからってね、いやーもう日本オワコンとか、そういうことではないっていう話ですよね。うん まあだからそのさっきのオリンピックの話じゃないですけどもねオリンピックをもし本気でやるつもりだったんだら、ね、もっともっと徹底的にやらなきゃいけなかったんじゃないのかなって、うん、だから日本政府はやっぱり水際対策ですよ、ね、いつも言ってますけども、ね、さっきもなんかこの、ね、厚労省いや殿下の宝刀あるといえばあるいや使ってくださいよ最初から使おうよ。うん だからもうなんかね、入管法はザルだわ。ね、水際対策もザルだわ。なんでこう外からのね、この動きにね、対応しないように、これわざとやってますからね、日本は。うん。だからおそらくそうだな、この日本のね、このコロナの感染状況、まあそれは世界的に見てもね、えー、まだまだいい方なのかもしれませんけれども、 えー、日本政府の、ね、コロナ対策がじゃあどうなのかっつったらそれはちょっとねいろいろこのポイントポイントでだからその水際対策なんかもそうですよね全然じゃないですかだから日本ってそのななんだろうな、うん、マスク手洗いみたいなこの個人の対応とねそれをこの可能にしている、うん、ライフラインな流通とかですよねのおかげじゃないかなと。うん、だから ね、ちょっと言い方きついのかもしれないですけど国レベルの対策はお粗末かもしれませんが、まあ、お粗末だと思います。けども マスクとか手洗いとかなんかそのとソーシャルディスタンスとか言った、いやもう他人への配慮なんか、ね、その辺も含めたい、要は個人レベルの対策、動きは、まあ、ほぼほぼ素晴らしいものなんじゃない、ないやこれも100%じゃないですよ。ねだって例えばこの、えー、ついこの間かな、渋谷なんかでもこのコロナ陰謀論とか唱えて演説しているね、ねちょっと頭おかしい人、未だに出てきますからね。うん なんかねすごいんですよ、日本を転覆させるためにアメリカがね30年前からこのコロナ、ね、を仕組んでいたねビル・ゲイツも加担してたんだみたいな,なんかすげえ陰謀論をねねこのねわめき散らしてるなんかちょっと頭おかしい人いるんですよね。うん 何言ってんですかと、まあ、一部そういう人も言いますけども、基本的この個人レベルで日本国民って、ねうん、やっぱりあの素晴らしい動きをしてきたと思いますし、うん、それでどうにかこうにか保ってきた、保ってこれた、ね、あの個人的な肌感覚というか、なんかそういう風に感じますよね、うん、おそらくそういう感じの人が多いんじゃないかなとは思いますけども。うん まあだからこのコロナ報道にかか,かかわらずこのマスコミの世論誘導にさすがにこう引っかかんないようにしたいですよね、うん、もうテレビばっか見てる人たちって特に気をつけてもらいたいですよね。うん、反日マスコミですから。 印象操作にまんまと乗っかあちょっと振り返ってみるとその去年の、ね、もう初期段階ですかね状況とか性質がほぼほぼ何も分かっていないあの初期段階の対策はそれはねやっぱり分かんないもの相手なんで一概に責められないとは思いますけどもね ただね、徐々に徐々に状況が分かってきてね、ね変異ウイルスとかね、このやばい加減もね、分かってきた段階でね、なんでまだこう水着はずるずる、ゆるゆるなのかなとね、これはやっぱり納得いかないですよね、うん。あとなんかこう、給付金とかね、こういうのをもうちょっとなんか、こう、まあ、手間かかるのはわかるんですけども、ね、細かくなんかほら、ポイントポイントで、本当に困ってる人に、 だって従業員ね1人2人、ね、からこの100人以上とかでも一律保障とかちょっとひどすぎませんその辺はもうちょっとなんかこうねあのー、ピンポイントでやりようがないんですかね。うん、ねあでもね単純になんかこうね欧米とか給付金ね数回もらってるのにね日本は足らないとかねもっと金を起こせとかそんなことは考えてないですよ。そんんなことは言いませんけれども、うん まあだから水際対策ですよね、日本政府にもっとちゃんとやってもらいたいのは、そう外国人の流入ですよ、外国人の流入止めましょうよ、うん、ね、だからね、結局日本人のこの感染者がねそこまでこうね、えー、大爆発していない、ね少なめ、えー、少ない方だと思うのになぜかこの医療崩壊しかかってるところとか結構もう目立ってきてるじゃないですか、ねどういうことですかって単純に疑問ですよね、うん。 まあだから結局ね、うん。結局、うん、その我々個人で気をつけてどうにかできるレベルって限度があるじゃないですか。ね。だからもうある程度ね、ねこの自治体とか政府で、ね、きっちりやってもらわなきゃしょうがないところはやってもらわないと命に関わるんですからね。うん。なんでこうね、日本国民より外国人を優先するのかがさっぱり意味わかんないですよね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。